皆様こんにちは。本日はポータルサイト東京ウォーキングマップのご紹介をさせていただきます。私は東京都福祉保健局保健政策部健康推進課の沢登と申します。まずはこのポータルサイト東京ウォーキングマップについてですが、皆様こちらのサイトをご存知でしょうか。こちらは東京都福祉保健局が運営しており、都民の皆様の身体活動量の増加を目指し、区市町村等が作成したウォーキングマップを取りまとめているサイトになります。日頃の健康づくりのためには1日8000歩以上の歩数が理想的であると言われております。皆様は1日8000歩以上歩いていらっしゃいますでしょうか。最近ではテレワークで通勤する機会が減ったりですとか、外出を控えたりと以前に比べて歩数が減ったという方もいらっしゃるのかもしれません。1日8000歩以上という目標は意識して歩かないと達成することがなかなか難しいと思います。このサイトでは都民の皆様が楽しく歩いていただけるように、さまざまなコンテンツや都内のウォーキングコースを400コース以上紹介しております。またパソコン、スマートフォンのどちらにも対応しておりまして、英語版サイトもございます。ぜひ一度ですねアクセスしていただきますと幸いです。こちらがサイトのトップページの画面になっております。ではこのサイトの見どころについて簡単にご紹介させていただきます。区市町村から探す、主要路線から探すなど自分に合ったウォーキングコースを手軽に検索することができます。さらに Google マップ上でルートを確認できるのが特徴です。また一駅歩いてみることをお勧めするページですとか、河川沿い都立公園周辺のコースを紹介したページなど、さまざまなコンテンツをご用意しております。職場でもですね、休日でもこちらのサイトをご活用いただきまして、楽しくウォーキングをしていただくのをいただきたいというふうに思っております。またフォトギャラリーページというものがございまして、各コースのおすすめスポットの写真を掲載しております。このフォトギャラリーページからですね、行きたい場所を見つけていただきまして、実際にそのコースを歩いていただくのもおすすめです。それでは最後に昨年度を作成いたしました紹介動画をご覧いただきたいと思います。この動画は今年3月に都内街頭ビジョンや YouTube 広告等で流しておりました。30秒の啓発動画になります。それではご覧ください。皆さん、1日の歩数はどのくらいですか？健康づくりには1日8000歩が目安です。まずはあと10分歩いてみませんか？プラス10分歩いて心も体もリフレッシュしましょう。楽しく歩くなら東京ウォーキングマップ。自分に合った都内のコースを簡単に検索できます。さあ今すぐ検索。動画のご視聴ありがとうございました。今後もですね、この動画を活用して普及啓発にを展開していく予定でございます。皆様からも職場やお知り合いの方にこのサイトをご紹介いただけますと幸いです。ぜひですね、このポータルサイト東京ウォーキングマップを職場内外で活用していただきまして、今より少しでも1日8000歩以上に近づけていただけたらと思っております。ウォーキングの際にはですね、事前の体調チェックや周囲の人との距離を保つなど感染症対策を心がけて行っていただければと思います。今回ご紹介したサイトや動画に関するお問い合わせはこちらのお問い合わせ先までご連絡いただけたらと思います。簡単ですが以上で東京都福祉保健局からの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。